なんか揚げたらつけ麺食べたよ。ウーバー？うん。ウーバーか。まあ、シティボーイだからさ。俺はローカルボーイだよ。かわいそう。ウーバーマジでずるいわ。もうこういう夜中の時間になったらもう店全部詰まっちゃうからね。東京空いてるって聞いたけど。まあ空いてるところも数店舗ある。俺んちもラーメンとかは結構4時ぐらいまでやってる。どこ住んでんの？教えるわけないだろ。これさバカだ。出現狙ってるもん。ネオコーさんサブスク11ヶ月目ありがとうございます。明日デートで緊張してるらしい。緊張してる人がいるわ。初デートってどうすればいいかわからないんですよ。コメント見てるやん。めっちゃ見てる。確かに何すればいいか全然わからない。14歳ぐらいやな。バロラントってデートに踏まれる。キモすぎる。彼はキモすぎる。もうバロラントだったらいくらでも教えるわ。メイ君とマキーバの恋バナ聞きたいな。耳マーク。でも恋バナおもろいよな。修学旅行とかでする恋バナがいっちゃん楽しかった思い出あるし。人の恋バナ聞くの好き。メイワイとマキーバの恋バナとか需要ありまくり。あ、そうなんだ。友達の意外なとこ知れるあの感じいいよね。確かに。メイ君の初恋、初恋じゃない。恋バナ気になるな。恋バナっつっても、いつの話を持ち出すかじゃないの。修学旅行めっちゃ可愛い子がほっぺ赤くしながら話してるの思い出した。やば。はぁ？めっちゃ可愛い子がほっぺ赤くしながら。俺の知ってる修学旅行、なんか別の学校の人にいじめられたぐらいで言ってるわ。やばすぎ。触れていいのかわかんねえわ、それは。なんかいじめられたっていうか、なんか、なんか寝るじゃん。あ、なんか部屋同じだったんだよ。うん。そしたらなんか全然知らないやつがさ、毛玉を俺の頭の上に乗せてくるみたいな。それが修学旅行の思い出だわ。やばいじめられっ子やばいやん。わかんないもん俺も。わかんないじゃないよ。どう突っ込めばいいかもわかんないし。とりあえず毛玉を俺の頭の上に乗せてくる。こっちのセリフだわ。